たくさんの人が買い求めているのは、高校生たちが丹精込めて作った焼き菓子やパン。どれも食品ロスの削減や地産地消にこだわった商品です。消費者の意識を高めることを目的に、毎年5月の消費者月間に開かれている消費者祭り。15回目の今年は、若い世代にも積極的に参加してもらおうと、初めて四国大学で開かれました。はじめに消費者支援功労者表彰伝達式が行われ、ベスト消費者サポーター賞には、鳴門市消費者協会の戸田朝夫会長が選ばれました。このほか、内閣総理大臣表彰には徳島商業高校が、内閣府特命担当大臣表彰には板野町消費生活相談所の元所長吉田美恵子さんが選ばれました。また県のマスコットキャラクターすだちくんには消費者教育推進大使が委嘱され、消費者庁の福岡哲審議官からたすきがかけられました。消費者宣言では吉野川高校の生徒がエシカル消費メニューを地域の人たちに提供するスクールカフェなどの取り組みを紹介したほか、四国大学の書道グループがパフォーマンスを披露し、今年の消費者月間のテーマを力強く書き上げました。また消費者教育につながる行政や団体の取り組みを紹介したパネル展示や、各消費者協会が出品した特産品や工芸品などの展示即売も行われ、会場は大勢の来場者でにぎわいました。お米詐欺とか被害に遭っている方がたくさんいらっしゃるので、それを何か防止できたらと思っては心がけております。食品ロスとか、あとフェアトレードの商品とか、地産地消を意識して地のものを率先して買うようにしてます。徳島県では全公立高校において、消費者庁の皆さんが作った消費者教育の教材、これを展開をしたところであり、平成31年度までには自主的に活動を高校生の皆さん方がしていただくエシカルクラブも展開をされる予定となっております。皆さん方も消費者問題、大いに意識を高めてください。私たちの生活と切り離せない消費、私たち消費者一人一人が正しい知識を身につけ、安全で安心な暮らしを守りましょう。